から先週から出ていた、まあ、月あの豊洲には移転しますけど築地はちゃんと残しますよっていう、そうですね、住み分けみたいな考えでもいいんですか。どうやらあの都議選を前にしてですね、はい、決められない知事という批判をですねここで交わしておこうと、これは潰しておこうというふうにどうも小池さんは一歩踏み出したような感じがするんですね。あのオリンピックのいわゆる施設費の問題でやっぱり決められない決められないと攻撃されたんですけども、これも決着させてしまったと。そのあともし自民党が攻めてくるとすればこの豊洲の問題だろうと、これについても都議選まで一定の方向性を出して決められないという攻撃を全て塞いどこうと。でそうなってくるとあの自民党としては決めさせたのは俺たちだという手柄しかなくなっちゃうという形でですね、そんなも大した効果ないですからね。うん、俺たちが早く言わせたんだぞって言われたところでどうせ行く気だったんじゃないのって言われたら終わりですから、なかなか戦略的ですよね。で、豊洲の無害化ができなかったってことをお詫びすると言って頭を下げたってことは我慢してね、やっぱ豊洲行くんだからということのメッセージであって、行かないものであれば頭を下げる必要ないわけですからね。そうすると、あ、行くんだなと、だけど築地も残しましょうという形で、まあ両論兵器でもないですけども、一応豊洲移転というのを一歩踏み出した形を取ったということだと思うんですね。さあ都議選はどういう形にこれが影響してくるのかなって感じだと思うんですけどね。どうやらその豊洲の使い方っていうのはだんだんこう見えてきたっていうんですかね、今までの築地市場のこう運用の仕方と豊洲スタイルっていうのはちょっと違うんだってことが明らかになってきて、まあいろんなところからこの例えば水産物にしても豊洲に一大集結をさせて、そこでまあトラックヤードなんかもでっかいのがあるらしい、はい、でそこでもうどん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 やる流通の方法と、築地は今までの伝統の形にのっとって一つのまあなんて言うんでしょうかね、あのレガシーみたいな形にもなっている築地の運用の仕方をしよう、うん、あ、全くなんかこう住み分けがこう進められちゃうのかなっていう感じがしますね。そんな感じはしますよね、あの完全に築地あの豊洲の場合はその流通そのものをネットで完全につないで、まあ、IC でやっていくと、おそらくあのカランカランと金が鳴るような競りというのはおそらくもう豊洲になれば消えていくだろうと、こっち側は築地としてそういう形というか文化として残していくと、ですから効率と文化と2つ分けていくというような形を最終的には取るつもりなんじゃないかと思うんですね。ですよね、うん、ただその時に卸の方を含めて、やっぱりうちはこの老舗の色合いがいいんだよという方たちも出てくると思うんですね。その時消費者が完全に管理されている豊洲で、これもちゃんさまざまなところで効率的に、うん、しかも衛生面でもきちんとやってるんだからという方を選ぶのか、うん、懐かしい築地のブランドを選ぶのか、うん、どっちになるかというところだと思うんですけどね。あの築地のやっぱり一番の魅力っていうのは、まあ、一番の魅力僕は思うんですけど、あの仲卸の方々の目利きですよね、はい、あの要するにいいものを選ぶのは簡単なんだよっていうことを前目利きの方が、まあ、簡単じゃないとは思うんですけども、はい、あの例えば大量に入ってきた時にどうやって痛み分けをするんだろうっていう采配っていうかな、うん、差配が非常に難しいんだと、 あとはもうこれを市場外に出しちゃいけないっていうものの、まあ、要するにパトロール隊員でもあるんだよ俺たちはってことをおっしゃっていて、ね、でそれでじゃあそれ以外の方々、例えばあの大きなスーパーのバイヤーの方々、このバイヤーの方々の目利きっていうのは非常に今もうすごいものがあって、まあ、それを大量にこう仕入れて大量に販売するので値段は下がるんだけども、うん、そこで支えている市場価格っていうのもあるんだと、だからいろいろだから築地と大手が喧嘩してるように思っちゃダメだよってことをあの仲卸の方に聞いたんです。それぞれ住み分けされてんだよっていうと思うんですね、うん、あのじゃあ全部ですねこうシステム化して、じゃあかつてからあったような町の小さなお寿司屋さんだとか、はい、あるいは小さなおっちゃんとおばちゃんがやってるその魚屋さんで行ってくれば、はい、兄ちゃん今日これがうまいよとか、これどうやったこれ煮付けが一番いいよというようなことがですね、やっぱ文化としてあるわけじゃないですか。それは豊洲でも支えきれんのかなと、それを支えてきたのはやっぱり築地じゃないのかなと、
あそこは大将が朝5時じゃなくて必ず築地覗きに行ってるらしいからというのがお客さんの中で一つのブランドになっちゃうんですね。築地のお魚とか野菜だけじゃなくてそこをちゃんと見てくれてる人っていう、まあ、人材ですよね。これをちゃんと残さなきゃいけないってことですよね。何年かしたら小池さんの食卓にどっちが載ってるかね、その辺ですみたいです。ですね。